金のんちゃん、お久しぶりです。びっくりした。あなた、私が見えますか。一人寂しい港町シネマ。そうですね、まあ、タイトルも港町シネマってなんかこうシネマってこうレトロな感じがしてちょっと昭和っぽいイメージがありますよね。でこの歌もやはりちょっとそんな昭和の時代の懐かしさを残しつつちょっとあの作品はあのちょっと、まあ、よくジャージーって言いますけど切るやつじゃないわよ、ジャズっぽいちょっとジャズっぽいあの雰囲気になってまして、いや、うん、懐かしいようなそういう場面を想像させる歌だと思います。はい。今回あの原田よりもドレスで歌ってまして、それでねそのジャージーさと懐かしさを出すためにスタンドマイクにしたんですよ。でメロディーはとてもなんかシンプルで、あの優しいメロディーなんですね。ですから皆さんきっとあの港の見える丘ってありましたよね、あの歌を思い浮かべていただければいいんじゃないかなって。だから本当に素直に、のびのびと歌っていただければいいんじゃないかなって思ってます。でもまたこの新曲にちょっと関わってくるんですけど、まあ、自粛生活がこのところずっと続いていて、もう本当にピタンとどこにも行けない時がありましたね。その時に私ウォーキングを始めたんですよ。で毎日1万歩から2万歩も歩き続けたんですよ。でその時にこう思い浮かんだ歌がこの港町シネマ、運河沿いを歩いていて、それでいろんなシネマを見た中でやはり私の印象に残ったのがオードリー・ヘプバーンなんですよ。ちょっとこれ見てもらえる？じゃじゃーん、くっじゃじゃーんなのでちょっと今回はそのオードリー・ヘプバーンをあのコピーしてみたんですけど、見えるかな。港町ではなんかそういう懐かしさ漂うあの歌でございまして、昭和の時代のシネマ映画にハマってます。じゃじゃーん、はい、こんなん書いてみました。ヘプバーンのように港町シネマ、原田ゆりです。まあ、ちょっと結びつかないかもしれないけど、やはりたくさんの映画を見て本当にこう素敵な女性だなと思ったんですね。私もこのコロナという厳しい時代を乗り越えて、まあ、素敵な女性に少しでも近づけるようにそんな思いを込めて書きました。皆さんもコロナに負けないで元気で少しでも素敵な女性に、人間になれるように頑張りましょう。いつも金のんちゃんを見てくださって本当にありがとうございます。原田よりもこうして歌手にしていただきまして、まもなく40周年を迎えます。いやー、自分でも本当にこのように長い間皆さんに応援いただき歌わせていただいたことを改めて思っております。そして、まあ、あの色紙にも込めましたけれども、この本当に私たちが経験したことのない、大変な時代ではございますが、こんな時代もなんとか元気に乗り越えて、また皆様と楽しく元気に明るく抱き合って声を掛け合ってお会いできる日が来ますことを、その日まで元気でめげずに頑張りたいと思います。皆さんもどうぞめげないで頑張ってください。いつも本当にありがとうございます。見てね
見てね。